イレンと名乗る像は中国越中の人である彼は法華経を信仰していて法華経を序本第一から第25の不問本までは「不娑」「風娑」ができよく通理していたがどうしても残りの3本は称することができなかった一生懸命に努力をしてみたが一向に駄目であった そこで軍の立山というところや多くの霊地に足を運んで難行苦行に打ち込んで掌握できるようにと帰給するのであった。そんなある日、夢に一人の菩薩が海連に語った。お前の前世は航路に出足、キリギリス。で、寺の壁に泊まっていた。寺のビクが法華経を独自する声を。 たまたまキリギリスが聞いていたけれどもビクが不問本まで独自すると疲れてきたので体を休めるために壁に寄りかかったそのためキリギリスは押されて死んでしまったしかし文法のく読力によってキリギリスは人間として根性に生まれ法華経を独自しているのであるだが お前はキリギリスの時に3本を聞いていないので「独書」することができないのだ。かいは夢から覚め「独書」できない理由を悟って一心に精進を重ねようやく「3本」に通じることができたのである。 ことができないのだ海んは夢から覚め読書できない理由を悟って一心に精進を重ねようやく三本に通じることができたのである。